ステップゴラン a ンワンいくつかの用語なんですけれども、今まで説明したのはデータセンターネットワークについてお話ししたんですが、それがゲートウェイ経由で、量子インターネットワークにつながっているでしょう。そして、前回のステップにはこういうネットワークを説明したんですが、今回にはそのクワントムインターネットの方には集中したいと思います。 それからそのコンテムインターネットはこの3つの用語に使うかもしれません。まずはちょっとその用語を定義したいと思いますが LAN は Local Area Network ですね。これが聞いたことある用語だと思いますが。それが例えば自分のビジネスあるいは学校などとキャンパス内には、そして自分の家にあるネットワークもそれが Local Area Network というでしょう。 それから MAN はメトロポ n タンエリアネットワーク、つまり都市のネットワークなんですが、これがまあ複数の LAN をつながるネットワークなんですが、例えばその都市エリアのビジネスにつながることとか、あるいは、えっと、携帯電話のネットワークのタワーとタワーの間には、その基地局と基地局の間につながっているネットワークもそれも MAN でしょう。 それから WAN は Wide Area Network なんですが、それが長距離ネットワークなんですね。そしてそれが100キロあるいは1000キロの規模になるんでしょう。それからこれも一つの用語なんですが、時々 Backbone または Core Network を聞きます。その Backbone または Core Network は Man か WAN がそれが基本的にユーザーが直接使ってないネットワークなんですが、 それが複数サイトと複数ネットワークにつながるためでしょう。そして、えっと、携帯のインデストリー、あるいはデ電話の,インデの,の,の企業としては、それがバックホールネットワークと呼ぶこともあります。さて、これが LAN なんですが、それが、まずは距離としてはそれが、えっと、数百メートル規模でいいかもしれません。で、それが、まあ、ネットワークのダイヤメーターと言えるでしょう。それはネットワーク直径。 そして、基本的にそれが各ユーザーの,のオフィスとかに,には、あの、リオシコンピューターあるいはリオシセンターを使いたいかもしれませんが、そしてサーバーネットワークなどはデータセンターにはあります。それから、外につ,がるつながると、リオシインターネットゲートウェイもあるかもしれません。そして、ネットワークとしてはこういう形になるんですが、これがまあ全 えっと前回の説明した通りには、これがトラフィックはもうデータセンターの方には集中するでしょう。そしてこれが木型には十分かもしれません。あんまり隣のコンピューターは、隣同士のコンピューターは直接データ転送したり、接続したりはあまりしない。そしてもしかしてあるコンピューターは、の ネットワーク、のコンピューターをつながりたいこともありますので、それが、がとリオシーインターネットゲートウェイ経由で行くかもしれません。そして特徴なんですが、まあ、距離としては、まあ、大体1キロ以内の範囲になるでしょう。それから、もしかして、数百ノードとかに行く場合もあります。そして、チャレンジ何、何が難しいなのか。まずは、その、各エンドノードの環境は、それが、 まあ、オフィスあるいは小さいラボラトリーなど、研究室などにありますから、それが、コントロールすることも難しいかもしれません。そして、大きさも重要だし、そして、お金も重要になると思います。まあ、昔は、えっと、研究、情報研究所などに,に勤めてた人としては、一人当たりには、ユニックスワークステーションなどを用意してたんですが、それが、 5000ドルかから数万ドル、つまり50万円かから数百万円までの値段だったんですけれども、現在にはみんなの使っているラップトップとか、それが,それが数,十万台、ね、数十万円になるでしょう。そして、それが、もしかしてその安いものが今、慣れているなんですけれども、もしかして、リオシインターネットをデプロイする場合にも、あのオフィスにはも,もうちょっとお金かかる。と 機材を用意ししなななけれればなり、ま、になならないかもしれませんそしてトポロジーズには先に説明したことなんですが、大体使うトラフィックとしてはそれが木型になっているん,だななんですが、物理的にもそれが青かもしれません。それはもちろんそれがフォルトトロレンスには,にはない形になっ,なってしまいますが。そしてノードの種類には距離はあまりないので、リピーターはほとんどいりません。 ですが、えっと、エンドノードはいっぱいあるかもしれないし、スイッチも結構あるかもしれないし、もしかして数台のルーターも,も用意しなければならない。さて、もう一つなんですが、MAN のことでは、これが大体距離は、まあ、数十キロの範囲になるかもしれません。形としては、それが、えっと、ループ型になっていると、えっと、あの示してあるんですが、そうすると、 どっちでもの方向に行けるので、これがちょっと、えっと、フォルトトレンスに,には強いかもしれません。昔から,からそういうオプティカルネットワーク、工学ネットワークに,にはこういうふうに物理的に作ってたので、そのリン型はあの物理層によく合う形だったので、それがそのままそのデザイン使っているところが多いんです。そして、例えばノードとノードの間には 隣同士のノードには QKD を使いたいかもしれないし、あるいはセンサーのデータをデータセンター,センターに転送したいかもしれないし。そして、じゃあ何が特徴があるでしょうまあ、さっきの言ってた通りには、えっと、直径、範囲は数十キロかもしれませんし、もしかして、もしかして、数百台のノードもあるかもしれないし。それから、その、 ディプロイする環境は難しいな,なんですが、例えばそのスイッチ、ルーターな,などはもしかして外にある、まあ見たことあると思うんですけど、えっと、人間ぐらいの大きさのキャビネットがあるでしょう。そのキャビネットが、まあ地面、ねねね、あの歩道で、ね、と,とかにあるものなんですが、もしかして地下にある、えっと、ところにはあるかもしれませんし。そしてスペース、電力、クーリング、それが、えっと、 あの冷却するためな,などとかの必要な,な,な電力とかにはそれが限られているかもしれません。それから環境のエネルギーは出しているままなんですけれども、都市とかでやっているので、もしかして環境から干渉が出るかもしれません。これが星、量子、干渉ではなく、これがノイズのことなんですよね。で、それがもしかしてまあ、 地下にあるファイバーを使うかもしれないし、鉄道のそばののに,には通るかもしれないし、そうすると地面も揺れるでしょう。で、それが、えっと、ネットワークデザイン、物理層の格子使うデザインなどについては、もしかしてそれが、その揺れが、えっと、ファイバーの,の,あの光を通る要素が,が若干変わりますので、それが,が、えっと、困るかもしれません。 そして、えっと、同じファイバーには複数の,の,の,あの使用しているネットワークコンート、コネクションなどを使っているかもしれないかもしれませんので、それが波長とかにはそれ、それがあの多重化もしなければならないので、それもしかして難しいかもしれません。それからトポロジーを先に説明したことなんですが、まあ、リ,リングイには多いかもしれません。そして、それも、あの、 バックボーンネットワークに使う場合もありますので、それが他のネットワークを別のところにつながるために作っているものかもしれません。そしてノードの種類には、LAN の,の同様には、距離はまあ数十キロまでは、おそらく、リピーターなしでいけるかもしれませんので、それが、えっと、リピーターの必要な台数はそんなに多くはないかもしれない。 そしてエンドノードは、えっと、いくつかがあるかもしれないし、スイッチもあるかもしれないんですが、ルーターは数,は数台しかないで。そのエンドノードはどのくらいあるか、それが、まあ、ネットワークの運営とかに次第かもしれないんですが、それが直接マンにつながってなくて、そのマンにつながっている LAN につながっているエンドノードが多いと思われる方がいいかもしれません。そしてこれが、 ワイドエリアネットワークなんですが、距離がもしかして何千キロになるかもしれません。そして、こっち側にはルーターがあって、そっち側にもルーターがあ,あるんですが、その間には遠い距離に,には、えっと、レピーターはいっぱい用意しなければならない。そして、それの特徴が、まあ、距離が何百キロから何千キロまでもあるかも,しれないかもしれないんですが、 大体こういうワン、これがバックボーンネットワークと呼ぶ場合は多いなんですが、ル,ルーターの数はそんなに多くないんですね。問題は先ほど説明したと、リピーターの数になります。そしてそのチャレンジが、まあ、メニューリピーターズは必要になるでしょう。そのロングホール、それが,が長距離の,の,のネットワークになっているので。そして先ほど、まあ、マンの環境としてはそれが同様なんですけれども、 そのキャビネットなど、それが、まあ、都市だけじゃなくて、砂漠に使う場合もあるし、寒いところには使う場合もあるかもしれないし、そしてそれがディプロイすることにはかなり物理うには厳しい環境なので、それが、それ、えっと、我慢できる技術をえっと開発しなければならないかもしれないかもしれません。そしてこれが、もちろんそのバックボーンのところには、えっと、 パフォーマンスは,は、えっと、欲しいんですけれども、リピーターはいっぱいつながっていると、パ、えっと、フォーマンスはかなり下がりますので、それが、がえっと、戦略は必要になるでしょう。そしてトポロジーズにはそれが、えっと、基本的にスパースのトポロジーズなんですけれども、リピーターは基本的に隣にしか使ってないので、そしてこれが、パフォーマンスは出ないなら、 複数本には並列になっているところには用意しなければならないかもしれません。それから、ノードの種類なんですが、リピーターが多いなんですが、r e p ー a ーも何台もあると思いますし、スイッチは多分そんなに多くないと思います。それから、この WAN には直接にはとエード,ドはあまりつながってないので、 この WAN の仕事としては、他のネットワークをつながることになっているので、エンドドは直接 WAN にはつながっていません。さて、最後なんですけれども、トランスオシアニックネットワーシ e a n i c n e t w o これが,が海の,の通るネットワークになるなんですが、基本的に3つのことを考えられるなんですが、1つ目は、まあ、海底ケーブルでしょう。その海底ケーブルだったら、 リピートはいっぱい必要になるし、深海までの環境には使えるものにならなければならないし、結構難しいかもしれない。そしてもう2つの手法なんですけれども、この間に説明したリンクの種類としては、サテライト、それが衛星を使って基地局と基地局の間にはエンタングルメント、量子もつれを作れるかもしれません。問題はこれが低、 キロになっているなら、これがと早く飛んでしまって、えっと、上にあるのは毎日の数分しかないかもしれないんですが、と高い気度だ,だったらそれ、えっと、成功する確率はだんだん下がってしまいます。もう一つの種類なんですけれども、スニーカーネットを説明したでしょう。そのスニーカーネットはもし,もしかして貨物船を、えっと、使ってつながる場合もあると思いますが、そうすると、 例えばこれが東京とカリフォルニア、ロサンゼルスとかだったら、東京とロサンゼルスの間に,には貨物船は、えっと、行きますが、その貨物船はメモリーのノードを運ぶでしょう。これが大領量のメモリーなんですが、ロサンゼルス出発する前には、えっと、ロサンゼルスにあるメモリのノードの間には漁師もつれを作って、そして東京に届くと、 こっちにあるメモリーノードとしてはそれが転送することになるでしょう。そうすると、東京とロサンゼルスの間に,には、漁師もつれをいっぱい作れるかもしれません。で、これが本当にあの難しいことになってるなんですけれども、これが特徴としては、まあ、いろいろあるんですが、問題はもちろん何千キロなんですが、ノードの数はそんなに多くはない。 そして、えっと、厳しいチャレンジがあるんですが、さっきの、まあ、説明した通りには海底ケーブルが難しいんですが、衛星,はは衛星もあの技術としてはかなり厳しい環境でしょう。そしてそれもお高いなんですが、それからパフォーマンスは、まあ、あの実験もできているので、その実験としては素晴らしい実験なんですが、まだパフォーマンスは,は低いなんですよね。 それから、スニーカーネットでとしては、貨物船の上に載せるメモリーノードには、それが運ぶのは何週間にかかりますので、それを運ぶ容量はできるだけに多くしたいので、そのメモリの容量は用意しなければならない。そして、それが誤り訂正付きのメモリー用しなければならないので、だんだん高くなってしまいます。 そして、できるだけのはパフォーマンスがしたいんですが、もちろんそれは難しいんですね。それから、トポロジーズには、ワンと同様には、スパースはになっていると思いますが、もちろんそれがネットワークとネットワークの間にはつながることにはなっているんでしょう。そして、ノードの種類なんですが、まあ、 衛星の,の,の,のえっと基地局もあるし、スニーカーネットにはメモリーのノードは用意しなければならないし、海底ケーブルだったら、深海に使えるものをいっぱい作らなければならない。そしてこれが一番厳しい環境だと思います。じゃあ、これがえっといくつかのリオシーインターネットのまあネットワークの種類でどんどん説明したんですけれども、 次のレッスンと次のレッスンにはだんだん、えっと、それのエンジニアについては説明したいと思います。